ある日の夜、リズムに乗せて体を動かす集団が。何をやっているかというと、これがブレイキン。一般的にはブレイクダンスとも呼ばれていますが、2024年のパリオリンピックで正式種目に決まり、来年ブレイクするのは間違いなしの競技です。で、歴史なんですが、このブレイキン、ニューヨークのギャングの抗争を平和的に解決する手段として用いられたのが起源と言われています。現代のスポーツとしてのブレイキンは、技術、表現、構成などが評価基準になっています。そしてこの競技を広島にも広めようと、できるって楽しいをモットーに活動しているのがピーススクール広島。2年前から広島県内でブレイクダンスの全国大会、ブレイクダンスの日を開催するなど精力的に活動しています。そしてその活動の一環で、子どもたちに向けた教室の開催。指導している佐保俊樹さんは、うまくなることよりもまずは楽しさを第一に考え、子どもたちの成長を手助けしています。技ができる喜び、楽しさだったりとか、あとはまあ仲間と一緒にできるところですね。ブレイクダンスって楽しいんだよとか、難しいところもあるけど、できたときすごい楽しいでしょ。そういう楽しさをまず一番伝えたらいいかなと思ってますね。現在この教室には、ダンス歴5年の小学6年生から初めて4ヶ月の小学1年生までが所属しており、基礎的な技から応用編まで幅広く指導をしています。お父さんに勧められました。来年パラリオリンピックで、ね、種目としてブレイクダンスが追加されて楽しみです。バトルとか試合とか、まあ、サイファーとかをダンスしたりするのが楽しいです。できればオリンピックに出たいかな。オリジナルの技とかを作って踊れるから楽しいです。活躍できる選手になって金メダルとか取ってみたいです。まあ、自分らしく本当に楽しく踊っていつまでも踊ってくれるのが一番いいかなとは。それぞれが楽しいを見つけて、いつまでも、まあ、長く本当に踊ってもらって、まあ、ダンスであって楽しかったな、良かったなって思ってもらえるのが一番かなとは。ブレイキンは立ってステップを踏むトップロック、かがんだ状態で足さばきを披露するフットワーク、アクロバティックな動きをするパワームーブ、そして体の動きを止めるフリーズ。主にこの4つの動きを一連の流れで見せていくものなんです。さあ、それでは百聞は一見にしかず、最後に実際のブレイキンを見ていきたいと思います。講師の佐保さんと平岡さんに実際のバトルを行ってもらいました。まずは先行の平岡さん、トップロック、リズムに乗って自身のボルテージを上げていきます。軽快なステップであります。そしてイマジネーションを高めていきます。そして回転技に入ります。回転してからワーム、ワーム、これ日本語に訳すと芋虫ということで見ててくださいね。芋虫っぽいですよね。そんな動きです。さあ、続いて後攻佐保さん、細かい動きが得意。まずはハンド系の技、タートルバック、手だけで体全体を支えて後ろへ進んでいきます。これだけじゃありません。後ろに行った後、これ切り返して続いています。佐保さん独自の前に進むタートルウォークを披露。佐保さんプチ情報、中根さんの大ファンだということです。中根さん見てますでしょうか。ありがとうございます。見事に決まりました。ありがとうございます。かっこいいです。この方は違いますよね。講師交代、平岡さん、今度大技がいきなり出ます。これは平岡さんオリジナルの車軸、斜めの軸、見事にその通りになっています。本来重心を取る手と逆の手で体全体を支えます。技のコツはとにかく勢い、自分自身で技を編み出すことができるのもブレイキンの面白いところで、その場で曲に合わせて即興なんです。ですからこの辺りの動きも全てその場のイマジネーションということなんですね。そしていよいよバトルは終盤に、佐保さん得意のハンド系の技で攻めます。回ります、回って止まります。こちらは何かというとエアタートル、先ほどのタートルウォークと同様に手だけで体を支えて回転して回転して足はつかずに、最終的にはどうするかというと止まるということなんですね。体幹が効いています。フリーズが決まっています。さあ、これから盛り上がりを見せるであろうブレイキン、ぜひ皆さん注目してみてはいかがでしょうか。